単体で書いたものですから、あまり草書より行書を多くしようと思って書いたんですが、まあ、これを草書を入れて流れを作っても連綿にしても面白いと思いますけどね。まあ五言絶句のくらいの方がいろいろな表現は楽しめると思うんですけどね、14文字よりもね。まあこのお手本を参考にして、連綿にしたり、大小をつけたりしてね、草書を多くしたりしてもいいと思いますし、挑戦してみてください。